ジャスティン・クライファートは、オランダ・ザ・アンダム出身のサッカー選手。アグック・ニース所属。ポジションは FW。父親は、元オランダ代表選手で、アヤックス、FC、バルセロナなどで活躍したパトリック・クライファート。アヤックス父と同様、アヤックス・アムステルダムのアカデミーで育成された。リザーブチームである、ヨング・アヤックス在籍中の2016年9月。 エールステディビジ MVV マーストリフト戦でプロデビュー。2017年1月のエールディビジ PC ズボレ戦でアミンユネストの交代で途中出場しトップチームデビュー。2017年3月の SBV エクセルシオール戦でエールディビジ初ゴール。このゴールは父のラストゴールからちょうど10年と1日後のことだった。2017年11月のローダ JC 戦で 初ハットトリックを達成。2018年2月には、まだ数年アヤックスに残って1億6000万ユーロで、バルセロナ、レアルマドリードなど、絶対的トップクラブに行きたいと語っていたが、5月に入ってアヤックスと契約延長交渉で合意せず、僕のプランは残留だったけれど、あまりにも多くのことが起きすぎたとクラブの監督交代の多さを突然批判した。 ローマ2018年6月22日、エースローマと2023年6月30日までの契約を締結した。移籍金は1725万ユーロ、最大150万ユーロのボーナスが支払われる。また、将来移籍した場合、移籍金が2500万ユーロを超えた場合は、上回った分の10%をアヤックスに支払うことで合意した。背番号は34番で、 この背番号は、アヤックス時代のチームメイトであり、友人でもあり、現在脳の,の損傷を負って闘病中のアブドゥルハーク、ヌーリの背番号である。2018年8月19日、セリエ A 開幕節のトリの FC 戦に途中出場し、ローマイ席後初出場を果たすと、エディン・ジェコのゴールをアシストした。10月2日、UEFA チャンピオンズリーグのビクトリアプルゼニ戦で、ゴールを挙げた。 この19歳150日での得点は、ローマにおける CL での最年少得点であり、オランダ国外のクラブで得点した、オランダ人選手の最年少得点となった。12月16日、ジェノア戦で、セリエ A 初ゴールを決めた。2019から20シーズンより、背番号を99番に変更した。2019年9月16日、サッソオーロ戦でゴールを挙げて、 勝利に貢献した。ライプツヒ2020年10月5日、r b ライプツヒにレンタル移籍した。ニース2021年7月20日、アグックニースに買取オプション付きのレンタル移籍2016年5月、アゼルバイジャンで開催された UEFAU-17 欧州選手権2016にオランダ代表の一員として参加した。 チームは準決勝で U-17 ポルトガル代表に敗れた。2018年3月26日、ポルトガル代表との親善試合で途中出場し、フル代表デビューを飾った。ありがとうございます。